ダイヤゲート池袋は東京都豊島区南池袋に位置するオフィスビル。西部池袋線をまたいで建てられ2019年4月1日に開業した。旧西部鉄道本社ビルを賃貸オフィスビルに建て替えることで西部グループの不動産事業の中心を担う西部プロパティーズの収益力向上を図り、同時に池袋エリアの発展に寄与することを目指して、 建てられたオフィスビルである建設地は線路を挟んだ両側に西武鉄道の敷地があり、発注者である同社に代わって事業を手掛けた西武プロパティーズは、線路上空に人工地盤を設けることで、当初はその人工地盤を敷地面積に加えた上で、総合設計制度による容積率のありましを受け、線路の東側に超高層の建物を建てる計画を、 ベース案としていた。しかし、日券設計から、線路上空に建物をまたがせる提案を受け、鉄道運行などに与える影響を検討した結果、線路地下に地中張りを設けなくても建設できるという技術的確証を得られたことから、その提案を西武プロパティーズは採用した。この形態とすることで、基準階のオフィスフロアは、 広さ約2100平方メートルの部柱空間を実現することが可能となり、商業エリアのイメージが強く、大規模オフィスビルはなく、大型オフィスビルも数軒しかない池袋において、竣工時点では池袋エリア最大のオフィス面積を用意することができた。建物は地下2階、地上18階建てで、鉄道の第一条内信号機までを範囲とする。 駅構内に駅から少し離れて立っている。地上1から2階の東寄りにはオフィスのエントランスロビーや店舗があり、西側の2階レベルは線路上空の人工地盤で公開空地のダイヤデッキとして開放され、都市幕が構想中の池袋駅東西連絡通路との接続を予定している。また竣工に先立って2019年1月に西武ホールディングス特は、 防災協定を締結しており、大規模な地震などが発生した際には、帰宅困難者をビル内に受け入れるなど、区と連携協力していくとしている。地上高は100メートルに2センチ及ばず、99.98メートルである。名称は、鉄道のダイアグラムをイメージさせるビル外壁の鉄骨ブレースと電車が建物の下をくぐり抜けるゲートに由来し、 西武グループ内の意見も聞きながら2018年夏に決定した。1.2階が店舗フロアでファミリーマート、サルタヒココーヒーなどが入り、3階が機械室、4から18階がオフィスでこのうち14から18階に西武グループ3社が本社を置く。ありがとうございます。